赤岩は、群馬県東郡中野城町南西部にある大あその中心部である山村、養山集落は、重要伝統的建造物群保存地区として、選定されている。郵便番号は377-1311。面積は13.23平方キロメートル。赤岩地区中心部赤岩地区は、白砂川砂岩の菓子団丘の団丘面上に、 発達した集落で、旧、国村を構成する、赤岩、は、日陰、小雨、セー大使、入山の大技の一つであった。近代洋産技術の移入によって発展した。山村、洋産集落として2006年7月5日に、群馬県内で初めて重要伝統的建造物群、保存地区として選定された。選定範囲は、東西約1 7 0メートル。 南北約930メートル、面積63ヘクタールに及ぶ。集落内には赤岩神社や小さな銅、水の神や馬頭観音像など村人の信仰と深く結びついた建物、石碑、墓地などが点在している。2015年4月24日には、カカー殿下群馬の絹物語の構成文化財として日本遺産にも認定される。 群馬県の南西部を南北に流れる白社川が形成した貸し団球の団球面上に位置し、集落が立地する場所の標高は約690から710メートルである。集落は南北に走る道に沿って家々が立ち並ぶ外村形態を停止、その周囲を石垣で造成された農地が取り囲んでいる。集落の背後には山林が広がっており、 また、貸し団球の団球面上に位置しているため推理に恵まれず、主たる農地の土地利用は畑となっているが、集落の南側には多も広がる。背後の山は近年までは木材や茅など生活に必要な資源の供給地であって、充電建ての選定範囲にも含まれている。2004年現在、赤岩地区には61世帯178人が暮らす。 赤岩地区は、貸し団球の団球面上に位置しているため推理に恵まれず、元来は、田畑からの収穫だけでは、生計が成り立つ家は少なかった。そのため副業としての養蚕が発達したと考えられているが、その開始時期は定かではない。幕末にはすでに行われていたという説もある。1788年の赤岩に残る絵図には、 農業の他に男は山仕事、女は麻布を行うと書き添えられている。1803年には集落が大化に見舞われた。1877年に作成された上野国軍村市には養蚕と麻が主要な産業とある。明治初期には前橋に麻油が出荷され、林業や麻の生産から養蚕へと中心産業が変化した。明治後期には 高山社からの養蚕指導の授業員派遣を受け、1917年には赤岩出身の鉱山社卒業生が近代的な養蚕の指導に当たった。養蚕は昭和30年代頃まで非常に盛んで村のほとんどが営んでいた。1900年以来、東郡国村の所属であったが、2010年3月28日には、東郡中野城町に編入合併された。 2007年1月に富岡製糸場と絹産業遺産群が世界遺産暫定リストに追加され赤岩地区も当初は厚生資産に含められていた赤岩地区には養産が盛んであった頃の特徴的な建造物が現在でも数多く存在する以下すべて2011年5月撮影2015年10月1日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。調律小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長野原草津口駅。ありがとうございます。